日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環である海ポスをご存知ですか？海を PR するコンテストで地元の海に人を集めることを目的とした全員参加型の地方創生プロジェクトです。ポスターやポストカードを作って自分の好きな海を PR しましょう。大阪ではオンラインを使ったワークショップを実施。親子で楽しく海に関するポスター作りが行われ、たくさんの素敵な作品が出来上がりました。すごい大胆でまあ、家では絵の具を使わないので、まあ、初めて絵の具で絵を描くっていうのを見れたのですごい楽しかったです。応募方法は簡単。この海に来て、海を守りたい、おいしい海の3つのテーマから1つ選んでください。大好きな海をたくさんの人に知ってもらいたい、この海がずっときれいでいてほしい、海のおいしいものをもっと食べたい、そんな思いを表現してください。今年度からインスタの部とズーム背景の部を新設。思わずみんなが笑顔になるような楽しい作品をお待ちしております。詳しくは海ポスで検索。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。 SNS や YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。